トン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 、たくあんボーイ。どうも、たくあんボーイです。皆様、本日はですね、たくあんボーイの2022年のダイヤを発表したいと思います。よいしょー。ということで、2021年のね、まずダイヤを改正いたしまして、2022年たくあん TV のダイヤを発表させていただきたいと思います。まずショート動画、毎日配信でございますね。ーもう皆さんしっかり見てくださいよ。毎日配信でございます。ショート動画毎日配信プラスですね、土日は2本上げるということで、週9でございます。週9本動画が上がりますので、ぜひ皆様見逃しの内容をご注意ください。もう一つダイヤ改正したことがありましてですね、毎週火曜金曜日に生配信をしたいと思います。パチ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 。これは皆様、今までね、5万人突破しましたみたいな時にライブをやらさせていただいたんですけども、よりね、皆様との交流をね、兼ねていろんな方とトークができるようにというね、環境を作るために生配信を定期的に配信していこうということでですね、まず火曜日の夜10時、必ず毎週会いましょうね。これはなぜかと言いますと、僕はね、星野源さんの大ファンでしてですね、毎週星野源さんのラジオを聞いておりまして、まあ源さんと同じ曜日に気持ちを合わせてね、頑張っていこうということで、まず火曜の10時にさせていただきました。源さんに届け。金曜日は夜7時配信したいと思います。これは皆さんなぜかわかりますか？で、今はちょっとね、変わってしまってるんですけども、アニメのドラえもんが毎週ね、金曜日の7時に僕が幼い頃にやってたので、もうそれを楽しみにね、いつも学校から帰ってテレビの前で待ってたんですよ。皆様にとってのドラえもんというね、存在になれたら最高だなという思いで、そこを目指してね、見ていただけたらと思ってですね、夜の7時に配信したいと思います。もちろんね、どちらもアーカイブが残りますので、お時間の都合で見れない方もいらっしゃると思いますのでね、時間のある時に見ていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、あと週1回ですね、長尺動画もアップしていきたいと思いますので、まあコントだったり、まあ企画だったりね、まあメトロさんとのコラボかもしれませんし、まあ誰かのコラボかもしれませんけども、ちょっとね、長めの動画もアップしていこうと思っておりますので、よろしくお願いします。ということで、たくあん TV の2022年の運行ダイヤを発表させていただきました。ぜひ皆様ね、見ていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。シェイシェイ、ついでに恋ダンス、よいしょ。ありがとうございます。バイバーイ。反対はいいバイバー。またお会いしましょう。バイ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 。